こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。寝袋とか毛布とか洗うときに、大きいものを洗うときに、この大きいもの用の毛布用のネットっていうんですか、これを買ったんですけど、ずっと使ってなくて、それでなんかうまく絞れなくてびっちゃびちゃなんだけど、2階の物干し竿にかけて下からポタポタ水が垂れるみたいなことが多かったので、ちょっとこれを買ったのに使ってなくて、でお嫁さんが来た時にこれ使って、お母さんこれすごい良かったですよとか言ってくれたので、私も今日はこの毛布のネット、皆さん使ってるんですかね、これを使って、この寝袋の半分の下の方ですね、それを洗濯機で洗います。いつもこれ滴ってたんですよ、水がうまく絞れなくて、なんかギュって自分で最後やって引っ掛けてたんですけど、これを使ってちゃんと洗濯してみたいと思います。なんかうまくできてますねこれ、まあ、ちょっとやってみます。まずこれ、入る大きさにしなくちゃ、すごい、洗濯機の中で要するに硬いものなければいい。なんかぐるぐる巻きたい感じだけど巻くんじゃない。あこう、これで止めればいい。これでこうだ、こうだ、うん、なんかこんな感じでいいらしい。こんな感じ。ここにもね、チャックで留めるところがついてました。こうシュッと、で中もこのチャックで、もう私もっとね、なんかぐるぐる巻きの糊巻きにするのかと思ったら、そうじゃないんだね。これでいいらしいです。で洗濯機に入れてみます。なんかいいのかな、これで。それとも寝かせるのかな。あ、なんか説明書あった、よかった。横に二つ折り、横に三つ折り、ああ。ちょっともう一回入れ直します。入れ方があった。もう大体なんか私のやることったら
洗濯物を縦に2つ折り、あそこまでは言うね。さらに横に3つ折り、縦に2つ折り、あ、縦に、縦にこれは横に2つ折りだった、縦に2つ折り、縦に2つ折り、横に3つ折り、これでいい。ネット全体に洗濯物が行き渡るようにネットに入れ、洗濯物が行き渡るように。ちょっとね、これ足元が丸くなってんだよね、寝袋で。行き渡るように入れて、ジャックを閉める。ちょっとさっき違う感じになって、そして側面のブルーのファスナーを閉めて完成。これでいい。厚みはね、洗濯機のサイズに合わせて畳むんだって。これでいいかもしれません。いやー、なんかうまくいかないな、いちいち。では入れていきまして、これで高さが、これで高さが良くなったかもしれない。これでいいかな。ちょっと映ってない、こんな感じです。これでいい感じかな。それで毛布かな、毛布スタート。洗剤を入れて、目いっぱいでいい、いっぱいちょっと多めに入れる。ちょっと柔軟剤も入れて、なんか中が回ってます。これでちょっとお任せで洗ってもらいます。あ、水が出てきた。これこの間作ったスワッグです。今あの大型の寝袋を洗濯しています。でうまくそのまま折りたたんで洗濯機に入れてて、ずっと何回か洗ったことがあるんですけど、うまく絞れなくて、なのでちょっと今ネットに入れてみました。いやー、ちゃんと絞ってくれましたよ。おー、あー、これはいいですね。やっぱり大型のこういう毛布みたいなのを洗うときは、まあこれは寝袋でしたけど、これ買った方がいいですよ。大型の袋、ここにもチャックがついてるんです。はい、ではこれ2階に干していきます。もう一つやろう。ここでできるかしらと思ったけど、はい。
こんな感じで、もう一個、もう一回洗濯します。毛布コースで。大型のね、毛布用のチャック入りの、あ、チャックの方、大きいやつね、大型の毛布用のやつですね、半分に折って三つ折りして中に入れてチャックを閉めて両端畳んで、ここにもチャックがついてるんですよね。それで洗濯機に入れると、実に快適に洗えるってことが割と最近買って分かりました。あのネットは素晴らしく優れているので、皆さんも毛布を洗うときは使った方がいいですね。あの寝袋がなんか偏ってきて、ぐるぐる洗ってる間にそれでガッタンガッタンってなって、全然脱水ができなくて、今まで苦労して私が自分で絞ってバケツに入れて滴るのを干して3日ぐらい干してたんですけど、そんな必要はなくなったので良かったです。そんなしょっちゅう洗濯するわけじゃないんだけど、洗濯するときは非常に困っていたんですけど、うまく洗濯できるようになったのもあの袋のおかげですね。良かった、ちゃんと絞れてくれたのがもう何よりほっとしました。そうは言ってもこうなんか干してると分厚いから垂れるんだけど、羽毛の布団とか毛布とか洗う時も絶対おすすめだということが分かりました。皆さんは持ってるかもしれないけど、今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。